さあ、参りますよ。サイヤ人は戦闘種族だ。なめるなよ。初めてですよ。この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。殴り殺しにしてくれる。遊んであげましょう。呪い、そのざまで私に勝てるわけないでし。消えなさい。遊んであげましょう。呪い、そのざまで私に勝てるわけないでしょ。消えなさい。してあげましょうか。ほう。おほほ。た。遊んであげましょう。呪い。そのざまで私。なぶり殺した。ほら、見てごらんなさい。こんなに美しい花火ですよ。消えなさい。なぶり殺してあげましょう。かかりましたね。ほら、見てごらんなさい。こんなに美しい花火ですよ。消えなさい。遊んであげましょう。もっと頑張りなさい。消えなさい。なぶり殺してあげます。消えなさい。ほら、見てごらんなさい。こんなに美しい花火ですよ。遊んであげましょう。消えなさい。消えなさい。
ほら見てごらんなさい、こんなに美しい花火ですよ。消えなさい。遊んであげましょう。呪い、そのざまで私に勝て。消えなさい。遊んであげましょう。死になさい。はい、かかりました。なんと、遊んであげましょう。呪い、そのざまで私に勝てるわけ。消えなさい。遊んであげましょう。呪い、そのざまで私に勝てるわけないでしょ。こいつ、どこかで見たことが。あいつだ。惑星ベジータを滅ぼした時に最後まで抵抗したあのサイヤ人にそっくりなんだ。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。お前たちに殺されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも、お前をぶっ倒す。くだらん。生意気だよ。オラに元気を分けてくれ。こっちだ、フリーザー。ハエがまだ逃げずにいたか。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。僕だって。どいつもこいつもこそこそと動き回りやがって、鬱陶しいハエどもが。なめるな。こら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 やるね。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。俺が行く。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないぞ。まだうろうろしていやがったのか、あのナメック星人め。
僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。生意気だよお前。空バン。ざまあみろ、虫けらども。さあ、行きますよ。こいつ、どこかで見たことが。あいつだ。惑星ベジータを滅ぼした時に最後まで抵抗したあのサイヤ人にそっくりなんだ。サイヤ人は一匹たりとも生かしてはおかないよ。メータに殺されたサイヤ人のためにも、そしてこのナメック星人のためにも、俺をぶっ倒す。くだらないことを。やるね。こっちだよ。そら、こっちだよ。なめるな。そら、そら、こっちだ、フリーザ。あえがまだ逃げずにいたか。そら。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。生意気だよお前。それ。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ。僕だって。どいつもこいつもこそこそと動き回りやがって。鬱陶しいハエどもが。ちょっと脅してやるか。Yeah!
と脅してやるか。今度は死ぬかもね。ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になろうかな。俺が行く。お前たちはここにいろ。何があっても絶対に来るんじゃないよ。まだウロウロしていやがったのか、あのナメック星人め。こっちだよ。もうここまで。この星もろとも貴様らをゴミにしてやる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。よし、できたぞ。やれ。しまった。そんな、フリーザだ。ピッコロ、逃げろ。おめえたち、貴様らを許すと思うか。一匹残らず生かしては返さんぞ。ダメージを食らっても貴様らごとき片付けるのはわけはないぞ。フリリン、やめろ、フリーザー、ゴクー。信じ許さんぞ。欲望。俺は怒ったぞ。終わりだ、フリーザ。この星を消す。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。おかげで俺は命拾いをしたがな。5分もあれば十分だ。貴様を倒す。仲間と共に地球から乗ってきた宇宙船で脱出する。残念だったな。希望が残されているのは俺の方だ。少なくとも貴様よりは大きな希望が。それバン。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ。そら、なんと。
黙れフリーザの爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。おかげで俺は命拾いをしたがな。どうでもいい。貴様の命以外、貴様が貴様れ。さあ、行きますよ。俺は怒ったぞ。終わりだ、フリーザ。この星を消す。星の爆発に自分も巻き込まれるのを恐れたからだ。しくじったな。おかげで俺は命拾いをしたがな。5分もあれば十分だ。貴様を倒し、仲間と共に地球から乗ってきた宇宙船で脱出する。残念だったな。希望が残されているのは俺の方が少なくとも貴様よりは大きな希望が。ちょっと脅してやるか。バン。ちょっと脅してやるか。死ぬかもね。ウォーミングアップはこれぐらいにして、そろそろその気になろうか。バン。こっちだよ。やるの。生意気だよお前。バン。やるね。終わりにしよう。僕は宇宙空間でも生き延びることができる。でも君はどうかな。この星と共に消え失せろ。なあ。どこ行ったのかな。こっちだよ。なめるな。俺のフルパワー蹴りをつけてやる。見せてやるぞ。これで70。いや、 100%。 動くなよ。死ね。待たせたな。こいつがお望みのフルパワーだ。時間がないんだ。早いとこ型をつけようぜ。やるな。これがお待ちかね。宇宙一なんだ。
貴様は俺に殺されるべきなんだ。俺は宇宙一なんだ。だから貴様はこの俺の手によって殺されるべきなんだ。さあ、行きますよ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。殺しに来たって？僕たちを？何も知らんというのはいいものだな。知っているさ、フリーザだろ？誤算だったな。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。何？くたばるのはそっちだ。なめるな。キャッチャー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 。なめるな。何をだ。そら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 。やるね。一気に肩をつけてあげるよ。無様に散れ。そんな いい運動になったよ。そこだ。やめなと。くそ、時間稼ぎもできないなんて。この時を待っていましたよ。おめえ、フリーザか？そうですよ。あなたを殺すためによみがえり、復讐に来たのです。光栄に思いなさい。Yeah!
一気に肩をつけてあげるよ。無様に散れ。いい運動になったよ。そこだ。どこ行ったのかな。まさかスーパーサイヤ人の力を超えてるなんて。さあ、行きますよ。何か用でもあるのか、地球人。お前たちを殺しに来た。殺しに来たって？僕たちを？何も知らんというのはいいものだな。知っているさ、フリーザだろ。誤算だったな。スーパーサイヤ人は孫悟空さん一人じゃない。何？くたばるのはそっちだ。さよなら。死にな。そこだ。終わりにしよう。空そこだ。消してやるぞ。ダンボダンボワーキャリアーシャッキャッキャッヤッソラダー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 キャッキャッキャッダッキャッダッソラキャッマネルナセッキャッダッソラキャッキャッセッさあ、行きますよ。
孫悟空さん、ずいぶんと待ちましたよ。あなたに復讐するこの時をね。ま、ベジータさんと一緒なのは少し意外でしたけどね。どうやら本当にフリーザのようだな。おめえどうやって生き返ったんだ。ドラゴンボールを使ったのさ。そうなんだろう。その通り。私は帰ってきたのですよ、あの忌々しい地獄から。知らねえよそんなこと。おめえが勝手に地球に来てトランクスに殺されちまったんじゃねえか。すべての始まりは孫悟空さん、あなたなんですよ。私はね、あなたに生きていられるのがどうしようもなく尺に触るんですよ。この前は正直油断をしてしまいましたから、今度は一気に最終形態になりますよ。その様子じゃフリーザおめえかなり強くなってんな。その通りです。私はよみがえってからあなたと戦うためにずいぶんとトレーニングをしました。そんな努力初めてでしたよ。私ともあろうものが、おかげで自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。もしかしたらこのまま勝てっかもと思ったけんでよ、やっぱ無理みてえだな。奥の手出すかな。クレック、この力受けてみるか。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。では、馬鹿正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう、私のさらなる進化を。すげえ。安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。やっぱおめえただもんじゃねえってことだな。根っからの悪人でなきゃいいライバルになれたってのによ。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね。では私の復讐を始めましょうか。あれはビルス。なんだフリーザ、僕をさあ、選手交代だ。ここで見ていろ。フランコなしでお願いしますよ。フランコなしでお願いしますよ。思い知らせてやりましょう。油断大敵。あなたには落ちていただきましょう。記憶の底までね。やれやれ。邪魔ですね。おのれ。貴様の時代はとっくに終わっているんだ。
二度と蘇るんじゃないぞ。くっ、お前たちもね。さあ、行きますよ。フィニッシュだ。これで落としてやる。おやおや、誰かと思ったら孫悟飯さんじゃないですか。私を助けてくれたんですか。同じ第七宇宙の仲間ですから。いいんですか、私なんか助けても。今度は本当に裏切るかもしれませんよ。その時は僕がこの部部隊から落とします。いいでしょう。ひとまず共闘といきましょうか。わかっています。来いディスポ、僕たちが相手だ。一発当てたくらいで調子に乗りやがって。二人まとめて俺が落としてやるぜ。そんなことを言っていられるのも今のうちですよ。ぶっ殺して差し上げます。そらそらそらもらったね。やるな、なめるな。そらわからねえ。スーパー最高速モードだ。ぶっ殺して差し上げます。そらそらそこ恨みっこなしでお願いしますよ。言ったでしょ、恨みっこなしでお願いしますよ。どこを舐めるな。ジャスティス油断大敵。恨みっこなしでお願いしますよ。言ったでしょ、どんなに苦痛に身をよじろうと恨みっこなし。おっと、どうやら化け物を呼び寄せてしまったようですね。ジレン、思い知らせてやりましょう。邪魔ですね。やるな。そら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 、ぶっ殺して差し上げます。本気でかかってこい。そらそらやるな。このままじゃ二人とも落ちてしまう。フリーザ、僕をおとりにしてください。なるほど、さすがリーダー、素晴らしい作戦です。好きだけど。Ho ho!
17号さん、まだ遊んでいるのですか？少々遊びすぎですよ。貴様、お忙しいところ失礼しますよ。さすがは正義の戦士様です。なかなか頑張りますね。ご立派ですよ。そろそろあなたの正義とやらを私にぶつけてみせてください。さようなら、正義の戦士様。恨みっこなしでお願いしますよ。さすがは正義の戦士様です。ですが随分と無様な姿ですね。ズタボロでまさしくゴミ。ゴミはゴミ箱へ、弱き正義は武具隊の外へ。この私が優しく落として差し上げますよ。おや、いらん。正義はいらん。ほう、いいでしょう。見せてもらいましょうか、あなたの覚悟とやらを。派手な変身でも見せてくれるのかと思えば、そんな怖い顔をしてもどうにもなりませんよ。だといいが。試せば。あれは、破壊。こいつを食らえ。ねえ、そら、破壊って。いかにも俺たち破壊神だけの力。覚悟を決めたトッポは破壊神と同じ。そう、破壊神トッポの誕生だ。何が破壊神ですか。このゴールデンフリーザには無意味ですよ。破壊の力などすでに経験済み。片手で十分ですよ。そらこちらだ。なんと、そら、なめるな。見えてるぞ。油断大敵。思い知らせてやりましょう。破壊するのはたやすいが、それでは失格となる。
ゴミはゴミ箱にだったかな。恨みっこなしでお願いしますよ。お前はフリーザ。17号さん。ジレン、このままだと時間切れになる。孫悟空があの状態だ。俺たち二人でやるしかないな。言われなくても。無駄なことを。もう戦えないものを武舞台にあげるのがお前たちお得意の信頼とでも言うのか。信頼？何が言いたいのですか。俺に二度も手を下させるな。あなたが手を下す心配などなさらず結構。あなたは再び敗北を味わうことになるでしょう。この私にね。おや、お得意のポーカーフェイスはどうしたんです。黙れ。一度砕かれた強さとは実に脆いものですね。あなたの心の悲鳴が聞こえてくるようですよ。弱い自分には戻りたくないってね。ずわ、当たらんぞ。なめるな。あなたには落ちていただきましょう。地獄の底までね。まさかこの私がゴールデンの状態が維持できないと。すまなかったな、二人とも。任せっぱなしになっちまったよ。あなたも後ろに下がっていてはいかがですか。フリーザー、オラたち全員とっくに限界を超えちまってんだ。今ここで3人が協力して立ち向かねえと、ダイナーうちは消えちまうんだぞ。やっぱり私を生き返らせるという約束、覚えているでしょうね。フリーザ。覚えているのかと聞いてるんだ。おめえが約束破らねえ限り、俺は約束を守る。フッ、あなたのそういう甘いところにはヘドが出ますが、今だけは感謝して差し上げますよ。二人とも仲直りは済んだか。死んでも治りませんよ。はあ、私を投げ飛ばしなさい。わかった。
いいんですか？私は悪事をやめるつもりはありませんよ。そん時はオーラが倒すさ。さて、どうなりますかね。さあ、行きますよ。孫悟空さん、ずいぶんと待ちましたよ。あなたに復讐するこの時をね。ベジータさんと一緒なのは少し意外でしたけどね。どうやら本当にフリーザのようだな。おめえどうやって生き返ったんだ。ドラゴンボールを使ったのさ。そうなんだろう。その通り。私は帰ってきたのですよ、あの忌々しい地獄から。知らねえよそんなこと。おめえが勝手に地球に来てトランクスに殺されちまったんじゃねえか。すべての始まりは孫悟空さん、あなたなんですよ。私はね、あなたに生きていられるのがどうしようもなく尺に触るんですよ。この前は正直油断をしてしまいましたから、今度は一気に最終形態になりますよ。その様子じゃフリーザ、おめえかなり強くなってんな。その通りです。私は蘇ってからあなたと戦うために随分とトレーニングをしました。そんな努力初めてでしたよ。私ともあろうものがおかげで自分の想像をはるかに超えた力を手に入れることができました。もしかしたらこのまま勝てっかもと思ったけんでよ。やっぱ無理みてえだな。奥の手出すかな。この力受けてみるか。さあ次はおめえの番だ。持ってつけねえで早く見せてみろよ、特訓の成果ってやつをさ。ではバカ正直なあなたに敬意を込めて、こちらも包み隠さずステップアップするとしましょうかね。お見せしましょう私のさらなる進化を。すげえ安っぽいネーミングですが、ゴールデンフリーザとでも言っておきましょうか。やっぱおめえただもんじゃねえってことだな。根っからの悪人でなきゃいいライバルになれたってのによ。相変わらず私をイライラさせるような発言ですね。では私の復讐を始めましょうか。あれは、ビルス。なんだ。さあ、選手交代だ。ここで見ていろ。油断、邪魔ですね。こっちだ。そら、そら、そら、そら。いや、あなた
たには落ちていただきましょう。記録の底までね。やれやれ、少し埃がついてしまいました。邪魔ですね。バカめやるな。そら、なんと、そら、なめるな。ちくしょう、まさかここまでとは。では、さようなら。待て。ビルス様、私の復讐の邪魔はしないとおっしゃっていましたよね。なるほど、地球人に頼まれたわけですか。破壊神ともあろうものが、ずいぶんお優しいんですね。そんなわけないだろう。僕は破壊神だ。この地球にも人間にもまだ利用価値があるからね。今壊されちゃ困るんだよ。それに君のその強さだって、あいつらのおかげで手に入れたものなんじゃないのか？確かに。私がここまで強くなれたのは、孫悟空さんとベジータさんがいたからですが。わかりました。とどめを刺すのはやめておきましょう。ただし、二つ条件があります。まず、今後ビルス様はフリーザ軍の動きに決して介入してこないこと。構わないさ。僕は基本誰がどう動いても介入しないからね。では二つ目。この地球を襲わない代わりに、私の部下を生き返らせるためドラゴンボールを使わせていただきたいのです。それもいいんじゃないのか。今この地球で僕らを除いては君が一番強いんだ。ドラゴンボールを使おうとしても止められるやつはいないだろう。交渉成立ですね。なるほど。宇宙が消滅するとあっては仕方がありませんね。ただし、参加するには条件があり。またかい？まあいい。聞こうじゃないか。孫悟空さんたちが自分たちの仲間を選んでいるように、私も私の軍や一族の者を連れて行きたいのです。知っている方がいれば、大会でも動きやすいでしょうから。ちょうどメンバー探しに困っていたところだ。構わないよ。それで誰を連れていくんだい？コルド大王ね。軍を君に任せて隠居していると聞いていたが。ええ、パパよりも私の方が強いですから。しかし私の家族です。悟空さんたちと同じチームとはいえ、あくまで一時的なもの。他に私のことをよく分かっているメンバーがいた方が私も安心しますので。まあいいだろう。じゃあ他のメンバーは悟空たちに任せるとしよう。
おや、あれは。もしかしてあなた方はサイヤ人ではないですか。何、サイヤ人だと。ああ、だったらなんだ。私はサイヤ人とは因縁がありましてね、別の宇宙のサイヤ人がどんなものか確かめさせていただきましょう。お姉さん大丈夫だ、ここは私に任せな。別の宇宙にもサイヤ人がいるとは、これはいい機会になりそうです。まさかフリーザ、スーパーサイヤ人を軍に誘うつもりか。悟空さんたちに手を出すと怒られる。他の宇宙のスーパーサイヤ人なら倒しても問題ないでしょう。死なせたらルール違反になっちゃうから、死なせない程度に戦わないといけないけどね。なるほど、そういうことか。すべての宇宙を含め、我が一族が最強でなければならんからな。僕とパパの二人でかかれば大丈夫。僕だけでもいけると思うけどね。なんだ、さっきからごちゃごちゃとうっせえな。そういう乱暴なところもそっくりですね。本当の宇宙一が誰なのかを分からせて差し上げましょう。そなた何言ってんだ。少し黙りましょうか。今すぐ黙らせてやるぞ。さすがだフリーザ、所詮我々の敵では。血が高まり溢れる。何、その姿は。おお、パパを落とすとは。少し休みたいところですが、仕方がありませんね。私も本気を出しましょうか。かかりましたな。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。少し黙りましょうか。死になさい。かかりましたね。今すぐ黙らせてやるぞ。ゲール、大丈夫か。
とケフラ。おお、話には聞いたことがありまい。それなら私も真の姿、せめてもの手向けにもう少しを。ただ見た目が派手になっただけじゃねえのか。勝負だ。望むところです。楽しくなってきましたね。合体していったいどれくらい強くなったのやら、少しは楽しませてくださいね。くそー、バカにしやがって。あんたは絶対許さねえ。やれるものならどうぞ。油断大敵。なしでお願いしますよ。言ったでしょ、どんなに苦痛に身をよじろうと恨み邪魔ですね。やるな。さあ、行きますよ。なるほど、宇宙が消滅するとあっては仕方がありませんね。ただし参加するには条件があります。またかい。まあいい、聞こうじゃないか。孫悟空さんたちが自分たちの仲間を選んでいるように、私も私の軍や一族の者を連れて行きたいのです。知っている方がいれば大会でも動きやすいでしょうから。ちょうどメンバー探しに困っていたところだ。構わないよ。それで誰を連れて行くんだい。
構わないが、強さ的には悟空たちに劣るんじゃないかい？確かに実力は他の皆さんより劣るでしょう。ただこの大会はチーム戦で参加人数も多い。戦闘力が高くても相手を知る術や策がなければ負けてしまう。そういった立ち回りをできるものが必要だと思いませんか？なるほど。そういった考えは悟空たちには思いつかないだろうな。いいだろう、わかった。おや？あれは。俺は大級宇宙の戦士、つぶしのベルガモ。この俺と戦え。おや、私に言っているんですか？命知らずがいたもんだな。それは戦ってみればわかるさ。ちょっと待ちな。今度は何だ？あたいが先に戦おうと思ってんだよ。邪魔をするんじゃない。この世は何でも早いもん勝ちだ。悪く思うなよ。仕方ありませんね。少しだけ遊んであげましょう。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。今すぐ黙らせてやるぞ。今度こそあたいの番だね。もうあんたはあたいの獲物、逃がさないよ。よくもまあ次から次へと。後悔しても知りませんよ。見えた。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。私も混ぜてください。どういうことだ。フリーザ様が二人。おバカさんたち、あなた方から先に殺しますよ。このフリーザが二人もいるわけがないでしょう。思い知らせてやりました。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。ぶっ殺して差し上げます。
死をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。さすがフリーザ様だぜ。フリーザ様さえいれば我が軍はもう十分なのでは。さあ、行きますよ。なるほど、宇宙が消滅するとあっては仕方がありませんね。ただし参加するには条件があります。またかい。まあいい、聞こうじゃないか。孫悟空さんたちが自分たちの仲間を選んでいるように、私も私の軍や一族の者を連れて行きたいのです。知っている方がいれば大会でも動きやすいでしょうから。ちょうどメンバー探しに困っていたところだ。構わないよ。それで誰を連れて行くんだい。随分と人数が多いけど、そいつらに任せていいのか。実力に関しては悟空さんたちには及びませんが、この大会はチーム戦なのでしょう。彼らはいつもチームで戦っているので、連携はお手の物です。加えて私の命令もよく聞く優秀な部下たちですからね。なるほどね。じゃあその連携とやらに期待させてもらおうか。おや、あれは我らプライドトルーパーズ。変身完了。みんな揃ってギル特戦隊。見なかったことにしましょう。フリーザ様、ご覧ください。他の宇宙にも見事なポーズを決める者たちが。ぜひともフリーザ軍にスカウトしましょう。必要ありません。全員大したことなさそうですし、私にはセンスが理解できませんから。ちょっと聞き捨てならないわ。この究極の美を理解できないというの。美しさとはすなわち強さ。私たちが極めた美を思い知らせてあげるわ。やれやれ、面倒なことに巻き込まれてしまいましたね。今よラブ。思い知らせてやりましょう。はい。
け。おお、さすがフリーザ様。フリーザ様、他の敵は俺たちにお任せください。お塩も壊すこの力、堪能していただきましょう。思い知らせてやりましょう。はい、はっ、はっ、はっ、そこだ。今すぐ黙らせてやるぞ。キャー、さすがは我らの軍のトップ。あれがフリーザ様の本気。さあ我々もフリーザ様に続くぞ。思い知らせてやる。死になさい。今よ、あなた愛は足りてるかしら。今すぐ黙らせてやるぞ。そんな美しさなら負けないのに。フリーザ、貴様は危険だ。第11宇宙の勝利のため、今のうちに落としておかねばならない。いいでしょう。お相手いたします。ギニュー特戦隊の皆さん、私が戦いに集中できるよう、他の方々の相手をお願いしますね。承知しました。お任せください。ファイター！よろしくお願いしますよ。あなたの正義とやらを私にぶつけてみせてください。それすごっ。何それ。はい、と死になさい。消えなさい。ティス・フラッシュ。ぶっ殺して差し上げます。ハッとハッとハッと。それ少し黙りましょうか。それか。ジャスティス・フラッシュ。思い知らせてやりましょう。ハッとハッと。もう正義はいらん。覚悟は決めた。ほう、いいでしょう。見せてもらいましょうか、あなたの覚悟とやらを。すべてを破壊する。こいつを喰らえ。ねえ、ぶっ殺してさっきだ。復讐の続きを始めましょうか。ケチらしてくれる。死になさい。そこだ。お塩も壊すこの力、堪能していただきましょう。今すぐ黙らせてやるぞ。もっと頑張りなさい。楽しくなってきました。ケチらしてくれる。こちら復讐の続き。
死になさい、うん、おー蹴散らしてくれる、うんでっかそこだとと省略にとと死になさい、うわうわ少し黙りましょうか、うん、なんと、うん、かかりましたねと省略省略だあケチらしてくれる、うん、ぶっ殺して差し上げます。星をも壊すこの力堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。あどこに行った。思い知らせてやりましょう。星をも壊すこの力堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。今すぐ黙らせてやるぞ。さてこちらは片付きましたが、他の皆さんの様子はどうでしょう。さあ、行きますよ。なるほど、宇宙が消滅するとあっては仕方がありませんね。ただし参加するには条件があります。またかい。まあいい、聞こうじゃないか。孫悟空さんたちが自分たちの仲間を選んでいるように、私も私の軍や一族のものを連れて行きたいのです。知っている方がいれば大会でも動きやすいでしょうから。ちょうどメンバー探しに困っていたところだ。構わないよ。それで誰を連れて行くんだい。ふん、君たち兄弟はあまり仲が良くないと思っていたけど。ええ、仲が悪いことを否定はしませんが、私と兄は家族とはいえ宇宙一の強さを競う身、一族の者として戦闘力も悟空さんたちに遅れは取りません。随分な自信だね。まあいい、じゃあ君たち兄弟の参加は決定だ。おや？あれは。お忙しいところ失礼しますよ、うん、
随分と苦戦しているようですね。私の兄がその程度とは。黙れフリーザー。仕方ありませんね。私が加勢して差し上げましょう。死に至る前に降参。それはこちらのセリフですよ。早く逃げないと殺してしまいますよ。今すぐ黙らせてやるぞ。星をも壊すこの力、堪能していただきましょう。もう逃げ場はありませんよ。思い知らせてやりましょう。それガラ空きだな。はい。少し黙りましょうか。遅い。なかなかやるな、フリーザ。Thank you.